そして手前はチーズ。これチーズ、チーズ、まあそう。これなんかすげえいいチーズなんですか。良さそうじゃない。あ、でもフランス産だ。うん。輸入チーズだ。輸入チーズ。はい。輸入チーズだと確かにちょっと値段は。すごいよね。さっきは思ったけど全く聞かずに開けるよね。開けていいとか。あらこんなん、これはうまいんじゃないですか。マリオエ君ね、お酒好きだからね。これでワイン飲みたい。ね。あるチーズもよく知ってるでしょう。もうこれ、このチーズとこのワインを飲んでメロン食べます。ワインはまあなかったけど、グラスでね。そして麦茶な。麦茶。あのスタッフさんがあのなんかお情けで入れてくれた。マヒルが好きな好物です。これ何、沸騰させなきゃ、熱湯じゃないとダメなんですね。これ熱湯で出すんですね、この麦茶。コーヒーとも一緒だよ。何これ、何なの。裸麦、しかもこの量だからね。裸麦、すごいでも麦だよ。裸なだけ。これはでもやっぱマヒルが好きってことで、豊島さんこれやっぱいくらと予想しますか。いやー、僕俺知ってるから知ってるのに予想するの難しいわ。知らなかったとして、知らなかったらちょっと一回忘れるわ。忘れたとしたらこれでしょ。だこんなパッケージだと俺見たことないもん、麦茶で。ああ、だ1000円はするんじゃないかと思うよね、間違いなく。いいお茶ってやっぱ、しかもこの量でしょ。ああ、言うて麦茶ってこうリーズナブルに飲めるものだけど、でも1000円はするんじゃねえかなって俺なら思うね。知らなかった。たった1000円ですか、真昼の好物だけど。真昼のいいのかお前、この麦茶が。それでこんな立派ななんか麦茶立たせんすか。じゃあ3000円とか。もう一声。5000円よし。なんでだよ。まあもうね、メロンは明らかに高級な食べ物という印象ですけれども、このメロンが果たしてどのランクなのか、そのメロンの中でも。確かに、それが問題なわけですよ。メロンの目利きできちゃう。わからん。でも重いよね。お、確かになんか身が集まってる気がする。それスイカのやり方じゃない。ねえねえ、それスイカ、スイカメロンじゃなくてスイカ。やめなさい。食べ物で遊んじゃいけませんよ、お前だよ。これでいっていいですか。じゃあもうこれかなですね。これでいく、うん、とってもいいと思う、これで、うん、いいライン攻めてる、うん。まあ、良平くんの目利きが面白かったですね、正直。でこれで決定ということで、はい、見た感じと僕の感想を言うと、良平くんは勘がやっぱいいね。お、すごい、目がいい。合計金額を発表します、うん、はい、うん、お二人が選んだ商品合計金額は